マイナス10キロ、綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。ダイエット効果の高いリンゴ酢を使ったさらに脂肪を燃焼してくれるリンゴ酢の神レシピがあるんです。1日も早く脂肪をどんどん燃やして健康的で綺麗に痩せたい方はぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。脂肪燃焼痩せるリンゴ酢の神レシピお伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのレシピで痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイントと、2つ目、脂肪を燃やして痩せるリンゴ酢の神レシピ、材料、作り方、注意点、この順番でお伝えしていきますね。では1つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢のレシピで痩せることができるのか、痩せるポイントが4つあるんですね。1つ目はこちら、あなたの腸内環境がこのレシピの力を借りるとどんどん、待ってもう一回、ここから話の1つ目の項目を取り直します。それでは1つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢レシピで痩せることができるのか、その痩せるポイント4つあります。1つ目、あなたの腸内環境が整うからなんですね。やはり健康的で綺麗に痩せたいのであれば何をすればよいのか、あなたの腸を整えるのが大前提になるんですね。そうしないと、もともと痩せる体質になっていないのに頑張ったところで待っているのはリバウンドですから、しっかりと痩せ菌と呼ばれる善玉菌をこのレシピで増やしていきましょう。そして2つ目、脂肪をどんどん燃やしてくれる材料を使っています。やっぱりね、どうせ召し上がっていただくならどんどん脂肪を燃やしてくれる材料を使ったレシピだといいですよね。お楽しみに。そして3つ目、便秘がね、良くなります。もう便秘の方はもうどんなに頑張ったって待っているのもやっぱりリバウンドなんですね。悪玉菌イコールデブ菌をずっとお腹に溜め込んでる状態が便秘ですから、そこをしっかりともうどんどんデトックスして逆に痩せ菌を増やしていきましょう。4つ目、血糖値の急上昇を抑えてくれます。すごく大事ですよ。誰だって食べたら血糖値が上がります。そこの急上昇をやっぱりいかにこう抑えることができるかできないか、ここでね、やはりダイエット成功するかしないか変わってきますので、ぜひしっかりと血糖値を抑える食材も上手に取り入れていきましょう。では2つ目の項目です。脂肪を燃やすリンゴ酢を使った神レシピお伝えします。材料が持つダイエット効果、材料、作り方、注意点、この順番でお伝えしますね。まず1つ目の材料はこちら、無調整豆乳を使っていきます。もう豆乳はね、もう素晴らしいダイエット効果があるんですね。まず腸内環境が整う、そして血糖値の急上昇も抑えてくれます。でまたね、脂肪の蓄積を抑えるサポニンもあって、コレステロールが、そもそもゼロの飲み物が豆乳なんですよね。そして食物繊維が豊富、便秘解消、その結果代謝も上がって、植物性のタンパク質もしっかりここで取れますし、食欲を抑えてくれる。で大豆、オリゴ糖やイソフラボン、この成分も私たち女性にとってはもうめちゃくちゃ大事なものになってきます。しっかりと選ぶなら無調整豆乳にしてください。では次の材料は玉ねぎを使っていきます。今ね、新玉も出回っていて美味しい季節でしたよね。玉ねぎはですね、腸内環境が整う、血糖値の急上昇もここでも抑える効果が出てくるんですね。そして脂肪燃焼効果アップ、代謝が上がってコレステロールを下げて、むくみ改善効果もあるのが玉ねぎなんです。そしてもちろんリンゴ酢も使っていきます。痩せるリンゴ酢を選んでください。それは純リンゴ酢になります。まずリンゴ酢は脂肪燃焼効果あって、代謝もアップ、脂肪がつきにくくなって、血糖値の急上昇をここでも抑えてくれる効果があるんですよね。そしてたくさんあるお酢の中でもやっぱり酢酸と呼ばれる腸の動きを良くしてくれるものが一番含まれているのがこのリンゴ酢なので、健康でダイエット目的の方はいろいろお酢ありますがリンゴ酢選んでくださいね。そしてね、満腹感も得やすかったりとか、ここでもカリウム含まれてますからむくみ改善効果も期待できます。そしてここでワンポイントアドバイスです。痩せるリンゴ酢とはどんなリンゴ酢なんでしょうか。もうズバリ無添加にしてください。例えばですね、おそらく日本全国どこでも置いてあるのがこのミツカンの純リンゴ酢だと思うんですよね。ミツカンさんだったらほぼほぼ全国置いてないでしょうか。
もしね、ミツカンさんじゃなくっても原材料がこちら、国産リンゴ果汁 100% のみでできている純リンゴ酢であれば OK ですよ。特にブランドは関係ありません。もしくは私は近くにイオングループ系のトップバリューのスーパーがあるので、こちらも国産リンゴ果汁 100% のみでできている純リンゴ酢です。こちらの方がこちらに比べて若干ですね、やっぱりコスパが良かったので、もし近くにあれば皆さんこちらのリンゴ酢もおすすめです。なのでポイントまとめますと、原材料がリンゴ果汁 100% のみ、そしてできればやっぱり有機栽培、オーガニック栽培の JAS マークがついている良質のものを選んでくださいね。無香料、無添加のものを選びましょう。間違っても人工甘味料が入ったような甘いリンゴ酢買っちゃダメですよ。そして次の材料はターメリックイコール秋ウコのことなんですけれども、ターメリック使っていきます。で、私はですね、こんな風にターメリックカレーを作る時に使うんですね。私カレーのルーは買いません。なぜかたっぷりと化学調味料が入ってるから買わないんですよね。で、その代わりこういったスパイス系でルー作るんですけれども、皆さんはね、ここまで大きいもの買わなくていいと思うんですよ。こうちっちゃなね、小瓶とかのターメリックでも十分だと思います。もしくはウコン粉末、ウコンだったらターメリックのことなので、どちらでも OK です。私はたまたまカレー作りにこのターメリックをよく使うので、ウコンは買わずにこの、ターメリックの方で代用してるんですけど、最近ちょっとこのターメリックハマっておりまして、ドリンクにしてみたりレシピに使ってみたりですね、してます。で、これはですね、やっぱり原材料があってあなたのね、やっぱ胃腸が元気になります。粘膜が保護されてね、すごくいいことになります。そして肝臓も強くなる、よくねアルコール飲む前にウコンドリンクとか言いませんか。なのでターメリックも一緒です。アルコール飲む、そうですね、30分前ぐらいにターメリックドリンク、水に溶かして飲んでもいいと思うんですね。そして血流改善になってコレステロールも下げてくれる効果もあったり、あとは抗酸化作用ですね、アンチエイジング、錆びない体を作るっていう、これもすごく大事。しかもこのターメリックは鉄分が豊富なので、私たち女性にとっては貧血の方ですね、天然のもので鉄分を補ってみてはいかがでしょうか。ではここから材料、作り方、注意点をお伝えしていきます。こちらです。脂肪燃焼スープということで、今回はリンゴ酢とこのターメリックを使った美味しい、もう簡単なスープレシピお伝えします。材料1杯分です。無調整豆乳 150ml、 玉ねぎ1/4個、ベーコン1/2枚、リンゴ酢小さじ1、ターメリックパウダー2振りですね、パラパラっと、これぐらいで OK です。だいたい小さじ1/2ぐらいで OK です。そしてコンソメ大さじ1/4で、以上の材料注意なんですけれども、無添加のものを選びましょう。特にベーコンなんかは加工されたお肉なので、無添加のものなかなかね手に入らないと思うんですけれども、ぜひ無添加のものを選んでください。リンゴ酢やターメリック、コンソメもしっかりですね、しっかりと無添加のものを極力選んでいきましょう。では作り方です。超簡単。まずは玉ねぎ、ベーコンを、お好みの大きさにカット、私はみじん切りにします。で、2つ目、大きめの耐熱用のこうマグカップにですね、以上の材料を全部入れて、ふんわりラップをかけて、こちらですね、600ワットの電子レンジで3分ほどレンチンしたらもう完成です。では最後に注意点なんですけれども、先ほどお見せしたこのターメリック、イコールウコンなんですが、鉄分がすごく豊富です。ですから例えば疾患がある方とかね、そういった鉄分を補給するのにちょっと注意な方は必ず医師の方にご相談してください。で、取りすぎは注意です。だいたい1日あたり小さじ1/2程度で十分ですので、それ以上はたくさん取らないように気をつけていきましょう。さあ、いかがだったでしょうか。今回はダイエット効果の高いリンゴ酢と内臓を元気にしてくれるターメリックを使ったレンチンで簡単なスープご紹介しました。もうすぐできて美味しいので、ぜひ作ってみてくださいね。そしてこのお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またね、実際作ってみて美味しかったです、こんな風になりましたってコメントいただけますと、もうとっても励みになります。それでは次回の動画でお会いしましょう。